わっほさん、こんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、ちょっとご紹介したいウェッジがありまして、はい、まあ、まずは見せましょうかね。お願いします。ピンのグライドっていうのかな、グライドですかね。 3.0、はい、58の14度、ま、14度ワイドソールですね、はい、WS と某系デザインの SM8、はい、バンスが 12D58 ですね、はい、ソールの形が特徴的で、そうですね、すごい、まあ、バンスが強くて、はい、幅が広いと、はい、特にピンの方は広いですね。ピンの方はもう最強に広いよね、はい、で、まあ、ちょっとこのウェッジは大変お世話になっている方に、はい、買っていただきまして、だからちょっと現物しかなかったんで、あ、まあ、シャフトも105とか、はい、でこれもなんか冒険のウェッジフレックスみたいな、あ、じゃあ、まあ、僕たちがいつも使ってるダイナミックゴールドとはちょっ ちょっと違うんで、はい、まあ試しなんですけど、はい、まあ、最近までローバンスをちょっともうまあ使ってたり、そうですね、使ってなかったり、はい、まあ、やってたんですけど、まあ、やっぱりどんどんライブが厳しくなってきて、はい、でやっぱりバンスどうなんだと、そうですね、逆も試したくなってきまして、まあ、だってないの試しましたからね、はい、それでまあ、こうやって今ラウンドしてて、はい、まあ、ラウンド中にはちょっとこう詳細は言わなかったんですけど、はい、まあ、このウェッジラウンド動画を見てもらった方、まあ、どっちがちょっと先に出てるかちょっと分かんないですけど、はい、どうも最高なんですよ言っちゃいましたね、最高ピンの方が、はい、で、こんなにバンスあって、はい、ソール広かったら邪魔じゃんみたいな、弾かれちゃうよ、ワホさんクラフトウェッジで短いからいいって言ってたじゃんみたいなそんなこともあったよね。そんな時に夏ですよね。夏だから。半袖でしょうね。半袖、短パン、T シャツ。T シャツ。まあちょっとまあやっぱり厳しくなっていて滑らなくなってきたから、はい、滑るウェッジどうかなと思って、まあ見に行って一緒に見て、これ良さそうですねみたいな。まあ、ダメだったらまあその方にお返しするんですけど、はい、ちょっと打っていきますよ。そうですね。まずは、はい、まずはピンの方から。はい。まあ、これちょっと逆目なんですね。逆目です、ね、逆目のフェアウェイで、まあ、ピン手前と下りのアプローチですね。下りのうん , 笑っちゃうでしょ球が柔らかいスピンも入ってるけど柔らかいえ？ちゃうよね。しかもどこで打ったか分かんないですよ。いやこれ本当にペタペタでペタペタですよね、ま、ちょっともう言い方悪いですけど、はい、まあ、まっちゃんが普段使ってるウェッジとかだと、はい、正直もうちゃっくりというかちょっと気にする気にするしちょっとターフ取れちゃうような感じがあるんですけど、うん、これがいやもうね久々にというか、まあ、2年3年ぶりぐらいに打ったんですけど、はい、あ、こんなんだったかと思って、うん、いやこんな打てないね、こんなの打てなかったんです最近。いやそうですよね、いや僕も打てるイメージはないですよね。でまあ転がしに行くときは、まあ、多少ターフ取れると思うんだけど、まあ、こういうのもまあスムーズに打てると、はい、で、まあ、これ2本買ってもらって、はい、まあ、正直でピンの打ったら、はい、ボーケーがちょっと打つ気なくなるぐらい優しいわけピンの。そうですよねだからこいつあんま打ってないんですよでもボーケーの方もすごい優しいじゃないですか。ボーケーの方も優しいです。やっぱバランスもしっかりあって、はい、まあ、やっぱりそのターフが取れる感じというか刺さる感じが全くないんで。そうですね、そのボーケーの方が、まあ、操作性がいいというか。そうですね、バンスは強いんだけど操作性が、はい、まあ、ちょっといいような感じ。こっちはこっち来ようか。でピンの方は正直こういう左足下がりとか来たらやっぱりちょっとこう弾かれてロフトが立つから低く、はい、まあ、出ちゃうかなみたいな出ちゃうかなですよねと思ってたんですよ。はいはい、打ちます初めてここからカンナですよね。いやまあでも本当に出ると思うんだよね、ここは
はい、大丈夫です。いや、ほんとね、笑っちゃうぐらいね。いや、出ちゃうこと分かってますからね。いや、うん、出るやん、もうこんなん。はい、これ60度のローバンスで打つや、普通は。そうですよね、打つじゃん。あ、まあ、今みたいなのはなりやすいかもしれない。あ、そういうことですね。なりやすいんだけど、はい、それをもカバーしてくれる。逆に言うと、うん、そのなるじゃないですか。じゃあそのこれなるのよ。強く出すぎないってことがまずないじゃないですか。なるからこのウェッジ持ったら逆にもうこれなのよ。そういうことですよね。これがめちゃくちゃ打ちやすいから、はい、それでピンのウェッジはまあこのちっちゃいアプローチ最強なんですよ、はい、ただまあフルショットとかまだあんまりやってないからそうです、ね、よくわかんないですけど、もうこいつはやばいっす。それ以上出てこないですけど。だから久しぶりに衝撃が走ったんですね。衝撃走ったんですねって。君もじゃ。何言ってんだよ。いや待ってくださいよ、僕まだ打ってない程度喋ってたんですよ。でこのボーケー SM8 の 5812D、はい、このバンス12、はい、言ったら、他のクラブのこの、はい、ピンのこのこれ14なんだけど、はい、この12の方がね、ボーケーの方がね出てるんですよ。ああ、なんかその感じありましたよね。 あるんだよね。でだからこれ多分各メーカーによって測り方が違うから、はい、うーん、まあ、どっちが正しいかどうかわからないんですけど、このボーケーの12は相当バンスが出っ張ってる。そうですよね。だから結構歯が浮くんだけど、はい、ソールを落としてるから、まあ、こんな感じで。そうですね、うん、こっち側がしっかり落ちてるのと、まあ、落ちてないピンですよね、うん、だからこっちは、まあ、当たるけどちょっとこう抜ける感じ。そうですよね、もう打てると。ただその分さっきみたいなやつはちょっとこう向こうでやった逆目のなんか滑らせた時にまだ突っかかる感じが滑り足りない、多少あるんだよね。まっちゃんもそれも感じたじゃん。そうですね、これも このウェッジだと、あ、前にこう行っちゃう感じがちょっと減る。あでこうちょっとだから芝も削れるというか。そうですね、はい、まあまあまあ、むしろここから削れてない方がおかしいぐらいの。だからすごいなんていうのかな、まあ、こっちの方がボーケーの方が操作性はいいんだけど、はい、ピンの方がもう極端に優しい。いや、めちゃくちゃ優しいですよね。めちゃくちゃ優しい、まあ、今後ねちょっと今日はやんないですけど、はい、バンカーショットとかまあいろいろ。あ、そうですね、バンカーとかもちょっとやりたいですね。やりたいんで、まあ、今後おいおな出していきたいなと。今日はちょっともう明らかにこうなんか変わったというか、はい、衝撃を受けたこのウェッジをちょっと皆さんに言いたくて。だからこれはもちろん多分使ってる方とかも いると思いますけど、うん、皆さんも一回、まあ、使ってない方、なんかその打ってほしい、ね、バンスがあって邪魔じゃないかって思ってる方も一、うん、回打ってもらいたいですよね。それか一回僕たちのアプローチを見てもらいたいです、ね、うん、ここからそうやって打てんのみたいなあるよね。まあちょっとボール拾ってくるから、はい、まっちゃんちょっと変わって打ってみようか。はい、それでまっちゃん打ってもらいたいと。じゃあ僕はちょっとこのボーケー打ってみる。ボーケーの方、ボーケーはでも、はい、うん、まあ優しいけどこう逆目ですもんね。逆目こういったら芝が立つから逆目で、おお、優しいんだけど。そうですね、ピンを打ったらもうピンのその忘れらんないわけよ。いやだから僕最初こっちから、ね、行こうかなと思って、うん、まあまあまあ、でもまあやっぱり僕が使ってるモズのウェッジよりはバンスがしっかりあるんで、うん、そう、同じ多分12ぐらいでも、はい、かなり違う。かなりそうですね。ちょっと比べてみます。まボーツ12でよかったのかな。10か12だと、10ぐらいだとは思うんですけど、10だったのかな、分かりますかね。こっち右がモズなんですけど、右がモズで明らかにこの左のボーケーの方が出てるんですよね。そうですね、
うん、ソール幅一緒ぐらいなんで、はい、まあ、ちょっとここでは持つはね打たないですけど、はい、まあ、今日はちょっとこう、まあ、皆さんにね、まあ、買ってもらいたいとかは別に全然思ってなくて、はい、うん、まあ、こういうウェッジがありますよっていう。ちょっとじゃあピンいっちゃっていいですか、はい、なんかいいなえ、なんだろう。いやもうね、これ、まあ、前にあの僕ら買ったさ、はい、テーラーのウェッジあったじゃないですか、はい、あれ買いに行った時に、まあ、ピンも見て、はい、まあ、あの時はローバンスが欲しかったから、そうですね、でピン見たで、そのウェッジをワイドソロ見て、ちょっとこれやりすぎだよなっつってまっちゃんに言っててこれはちょっと僕たちのイメージと違いますね、なんて。その時はね、はい、で今日僕あの知り合いの方と行った時に、はい、これが気になってていや これだっつっていや、これぐらいないとダメですねなんて。まあ、でもそれはやっぱローバウンス一回試したのが大きいですよね、はい、でその方はあれ買ったんですよ、あのボーケーの SM8 じゃないボーケーデザインの56の 12K みたいな、もうそれはねやばいんすよKバーンスはやばいっすよね、Kバーンスで、しかもそれが一番高かったね、多分その人のやつが多分3万円ぐらいしてて、それは多分2万円ぐらいだったと思うんですけど日本。そうなんですね、うん、あの56の 12K はもっと優しいかもしれない、はい、そういうことですね、ワイドソールね。だからもう本当にちゃっくりが怖い人は、うん、まずワイドソールよね。まずだから56度とか58度の話じゃないですね。そう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 。まずバンスのバンスが、まあボーケーだと K、はい、K ソールっていう、はい、ありますね、あってピンだとワイドソール、はい、でこれは、まあ、12D はまあ操作性がその K ソールを多分こう、まあ、M グラインドみたいに削ってるやつだから、うん、そうですよね、うん、そうか、これのワイドソールですね、 WS ってやつですね、そうピンはね、これはマジでびっくりした。まだその僕らが、まあ僕らっていうか僕がこれを、はい、投入して今後ゴルフするかどうかはまだ全然決まってないですけど、はい、まず今日ね、そうすげえなと思う。僕はちょっと使ってみたいですね。あのこれで、まあシャフトが違うんであれですけど、うん、フルショットというかその40ヤードとか、はい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 、それぐらいも打ってみたいですね、50ヤードとか。あ、そうだよね、はい、そのライがいいところからは、うん、言ったらどんなウェッジでもいいじゃないですか、まあいいからね、だからライちょっとライがぐじゅぐじゅとかさ、ぐじゅぐじゅなところの50ヤードぐらい、うん、そうだよね、ちょっとこう打つ瞬間にこうなるじゃないですか、なるようなね、そういうところからでもちょっと打ってみたいですね、打ってみたいですね、はい、まあ、ちょっと今日はまずはこの驚きを隠せなかったテンション上がってますもんね。テンション上がってる。この寒さで僕今めちゃくちゃ寒いですけど。めちゃくちゃ寒いっしょ今。長袖一枚なんですよ。いやーね、いいよ。なんか久々に良かったね。はい。うん。まあ同じ日に撮ってるラウンド動画でもすごい絶賛してて。そうですね。その時にはまだ明かしてなかったね。はい。だから先にラウンド動画出てるのかな多分。まあ、タイトルはね全然違うんですけどまあいろいろこうラウンド動画見てほしいなと、はい、僕らが同じ服装のあのラウンド動画探してもらえれば、全身真っ黒の、全身真っ黒、帽子も黒か、全身真っ黒です ね、はい、まあ、そんな感じで、はい、まあ、ちょっと気になる方はシダとかやってみてはどうでしょうかということで、はい、今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。